はい。では今日は、このね、卵を持った左手を書いてみたいと思います。物を持ってるね、手っていうのは、力が入って、モチーフとしてもね、面白いと思います。で、卵ね、ちょうどこう手にね、握りやすい大きさなので、好きな形で持って計算していきましょう。あまりね、疲れないようなね、ポーズがいいです。で、画面の横に手を置いて、書き始めていきます。そうですね。楽に持って、大まかな大きさから書き始めてみましょう。中にね、卵が入っています。卵の周りにも指が取り囲んでいますね。大まかな形から捉えていきます。まあ、自分の手はね、一番身近にある、で好きな形にね、構造を変えられる、とてもいいモチーフになります。モデルと言ってもいいぐらいですね。いろんなポーズでたくさん描いてみるとね、勉強になりますね。そして、卵を持っているというだけでも、いろんなところにね、力が入ってきます。力が入ってる場所、あんまりね、力入れすぎない方が長い時間書くね、モチーフ、デッサンなので、力入れすぎない方がいいですが、やっぱりね、自然と物を持っているということで、力が入る場所、力が抜ける場所っていうのがね、出てきます。その辺もよくね、観察して書いてみてください。あとは、卵がなかったらどんな手になってるのかな。卵がなかったら指はね、ここまで来てるはずだな。そんなこともちょっとね、イメージしてみたりするのもいいです。あとは、手がなかったら卵はどんな形かな。どんな丸みで入ってるかな。で、そちらもね、意識してみるといいですね。で、そんな感じで、手の形。孫の形が大まかにできてきたら、ちょっとトーンをね、つけていきたいと思います。で、トーンをつけるときは、大きくね、まずは大きく柔らかくつけていきたいんですが、白い卵も、ね、ある程度トーンをつけていきたいです。で、特にこう、光が当たって特に明るいところと、まあ、そうでもないところってね、少し暗くなっているところがあるので、孫でもある程度トーンをつけていきたい。で、それに対して手の方は、やはりね、肌色でね、色がついてくるので、卵よりは濃くね、塗っていくことになります。まあ、肌の色はね、人それぞれなので、自分のね、肌の色に合った、トーンをね、つけてみてくださいね。よく見ながらね、その卵の白さと、どのぐらい
差があるかな。そこね、大事なところになってきます。そしたらね、こう指でね、こすったりするだけでも、ね、なじませることができたりもしますが、ティッシュも使っていますね。ティッシュを使って、ちょっとね、全体に、こうなじませて、コミンね、はい、進んでいきたいと思います。
まあ、思い切ってね、どんどん変えていきましょう。手はですね、柔らかい、肉がね、ついた柔らかい、形をしていますが、よく見るとね、やっぱり形がここで大きく変化してるなっていう場所があります。そういうのをね、稜線、まあ、形、特にね、出っ張ってね、形がそこで、ぐっと変化してるなっていうのと、稜線っていう言い方をね、したりしますが、柔らかいね、形の中でも特に、あ、ここは、強く形が変化してるな。そういうね、稜線を見つけたりっていうのも大事になってきます。この親指のとこだとね、ここに、こういう形にね、ちょっと光も当たってくるんですが、形が変化する稜線が一つあります。ちょっと骨がね、ある場所、関節のところとかですね、こんな関節がありますが、そういう場所に来ることも多いですね。で、まあ、肉がたくさんついてる場所もあれば、少しこう、骨の形がわかるような場所もね、あったり。ね、そして、なかなか、ね、かけがえのあるモチーフになりますね。で、卵の、ね、丸みもこれからね、変えていきたいですし、卵を、ね、比較的このあたり、真ん中辺が今ね、上から光を強く当てているので明るいですね。そしてこの下は親指の影もね、押してくるので、親指の影が作る独特なね、表情も見つけることができます。で、ここはね、人差し指が、気がつくとね、形が、どうしても手で持ちながら描いてるので、時々こう修正しながら書いてみますね。ここもね、一つちょっとこう稜線のようなね、稜線がありますね。形が変化する場所が。で、こちらの小指とかね、薬指の方も、やはり、形が変化する場所というのがね、いくつか見つけることができます。
ちょっとですね、ポーズしやすいように机の上に手を乗せて描いているので、机の方に直してきている手の影をね、描いちゃいますね。さあ、それではですね、ここから ハッチングをね、たくさん使っていきたいと思いますね。手の丸みを取り出していこう。で、強くね、表情をつけていこうというところに、こう、ハッチングをたくさん使っていきたいと思います。とかもね、いろんな方向にこう筋肉が、ついていたり、ね、骨のね、関節の形の変化があったり、いろんな形がね、見えてきます。そういうのを、立体感をですね、こう、タッチを使って出していこう。そういうつもりで、たくさんタッチを重ねていっています。
はい、それでは今日は、卵を握った自分の手を描いてみました。こんな感じですね。卵も、自分の手もですね、身近にあるモチーフです。けど、どちらも、なかなかね、書き応えのあるモチーフになります。ぜひ皆さんもね、挑戦してみてください。ありがとうございました。